はい、続きまして、ライフ、リーですね。でそこになんか J マダムのための J マダムのための最小最強ワードロープの作り方、最小最強ってすごくなんかあれですよね。最小で最強がいいかもしれないな。最小で最強のビデオ、さっきと一緒やな。最小最強の、あ、ちょっとね、うなってきましたね、エンジンがうねって、ほらほらほら、大変だ。引っかかってる。はい、エンスト1回またエンストしましたよ。結構やっぱね、女性誌っていうのもね、見た方がいいですよ。毎月30万個以上入れてる新日本製薬の人気コスメ、パーフェクトワン、ハリツヤ潤いパーフェクトワン、累計3000万個も売れてるの、すげえな。これなんかね、パーフェクトワンはね、通販で見たな。ハリツヤ潤いパーフェクトワン。ハリツヤ潤いパーフェクトワン。なるほど。ハリツヤ潤い。ハリツヤ。ハリツヤ潤いか。ハリツヤバリカタ。ハリツヤバリカタパーフェクトラーメン。ハリツヤバリカタパーフェクトラーメン。パーフェクトラーメン。ハリツヤバリカタパーフェクトラーメン。まあ。このように一つのアニーロ主義。このように一つのアニーロ主義か。はい。空気圧なんですが、はい、今のところ4本 1.9 キロで均一に入ってますね。はい、あ、じゃあ大丈夫です。そのままにしておきます。はい、ありがとうございます。はい。
1.9 かもらったもらいました。このように一つの 1.9 主義、 1.9 主義ってどういうことやねんっていうね、今いただいたね 1.9 主義。このように一つの 1.9 主義、いいんじゃないかな。 1.9 主義ってなんやねんっていうね。車です。 1.9 主義の旧主義はこれだ、タイヤの空気圧みたいな。リンク、いやーほんとね、もう、 こう無限だね、これ無限にネタあるよこれ、キーワードの。なんでこんな雑誌って頑張って考えてくれてるわけじゃないですか、キーワードね、自分で リッチな格を与えてくれる、リッチな格を与えてくれる。なるほどね、リッチな格か、リッチな格、リッチな格か。リッチな女、リッチの女いいかもしれないな。リッチの女の正体みたいな、リッチな女の正体、リッチな、リッチな、リッチな女の子の正体、これいいんじゃない。リッチな女の子の正体はいいんじゃない。リッチな女の子の正体、今すぐ欲しいプレミアデイリーブランド、今すぐ欲しい、今すぐ欲しいね、今すぐ欲しいビデオ、今すぐ、今すぐ欲しいビデオ。まあ、最近ねちょっとねメルマガの件名をそんなもじってなかったんでいいじゃないですか、これちょっとこれ使わせてもらいっぱい、うん、今すぐ欲しいビデオもいいね。まあ、ちょっとねアダルトチックに行くんだったら今すぐ抜けるビデオとかね、あ今すぐ抜けるビデオ結構インパクトあるな、今すぐ、今すぐ抜ける、抜けるビデオ、これね男性絶対クリックしますね、絶対男性クリックする、今すぐ抜けるビデオ。まあね、今すぐ抜けるビデオのね、もう本文頭の中で出来上がりましたね。まあ、どういった感じかっていうと、その抜けるっていうワードなんで、そのノウハウ コレクターでその道に迷ってそのを抜ける方法みたいな、ね、そんな感じですね。いろんな塾に入る、いろんな教材買う、それでも稼げない、そんな永久迷路を抜ける唯一のビデオみたいな、ね、抜けるビデオじゃないですか。抜けるビデオですね。あ、これ面白いな。印象アップきちんと拭く。印象アップきちんと拭く。きちんと拭くか。ああ、こういうワードがあるんだね。きちんと拭く。印象アップのきちんと拭く。きちん。きちん。きちんとチキン、きちんとチキン、きちんとチキンビデオってどうですかね、きちんとチキンビデオ、きちんとチキンとビデオ、これいいんじゃないかな、きちんとチキンとビデオ、
なんやねんそれみたいな、きちんとチキンとビデオ、これいい、これ結構ねハマったね、きちんとチキンとビデオ、はい、きちんと服、まあ、僕ビデオとかね動画をこうメルマガで案内することが多いので、きちんとチキンとビデオはいいと思いますよ。これもらったな、これ結構ハマったな、きちんとチキンとビデオ絶対クリック率上がりそうだな。これがきちんとチキンとビデオですどういうことやねんみたいな、ただチキンを食ってるビデオみたいなね、きちんとチキンを食うビデオみたいな、今からねきちんとチキンを食べていきますみたいな、なんやねんみたいな、なんやねんそのビデオみたいな、あこれきちんとチキンとビデオいいな、女っぷりカジュアルの更新時、女っぷりカジュアル、いやすげえよう考えるね、ほら見えます、見えないかな、女っぷり、女っぷりカジュアル更新時、女っぷり、女っぷりね、女っぷりか、女プリ、女プリプリティ、女プリプリウス、女プリプリウスもいいな、女プリプリウスと、女プリプリウスと、まあ、最近出た新型のプリウスがちょっとねデザインが微妙なんで、まあ、それをねちょっと動画に撮ったりとかいいかもしれないですね。まあなんかねその最新のプリウスのあれがですね、なんだろうな、ちょっとね、まあ、ダサいっていう評判があるんですけど、まあ、ちょっとね女性らしさがあるっちゃあるんですよね。なんかさい、あの後ろのテールランプがちょっとね未来チックというよりかは何なんだろうな、まあ、女っぷりっていうね、女っぷりなテールランプみたいな、こう無限だなマジで、うん、輝けうちの残念夫輝け、輝けと残念か、輝けと残念、輝けと残念、うん、なるほどね、唇から着替えてメイクから出身と、あーこれもなんかあれですね、唇から着替える、唇から着替えるってなかなかあれですね。これシャネルの広告ですね。唇から着替えるってなかなか、シャネルさんもね多分すごいライターさん抱えてると思うんですけど、シャネルで始まる私の春、シャネルで始まる私の春ね、シャネルから始まる私の春、シャネルから、この本から、この本から始まるあなたの人生、まあね、あ来月僕の本出すんで、この本から始まるあなたの人生いいんじゃないですか、この本から始まるあなたの人生ね、シャネルで始まる、シャネルで始まる、シャネルで始まる、シャネルで、この本で、この本からじゃなく、この本でか、この本で、シャネルで始まる、この本で始まるあなたの人生、いっぱい出てくんなこれ、無限だなマジで、無限です、無限すぎるな、はい、ということで
今洗車を待ってますけど、洗車待ってるだけで、まあ、何百万ぐらい稼ぐネタですよね。ゲットしました、うん、やっぱね雑誌はねいいですよね。やっぱ雑誌書いてる人たちってやっぱそのこの言葉に対してね、どういう言葉使うのかっていうのはいろいろやっぱ考えてますよね。だから本当女性誌とかね見た方がいいっすよ。男性はやっぱ普通じゃ浮かばないようなね、男だったら絶対これは分かんねえなっていうようなキーワードがいっぱい入ってるんで、生き生きした笑顔を呼ぶハッピーメイク、生き生きした笑顔を呼ぶハッピーメイク、あこれいいんじゃない、生き生きした笑顔を呼ぶハッピーメイク、ほら生き生きした笑顔を呼ぶハッピーメイク、これどうするかっていうと、生き生きしたお金を呼ぶ、生き生きしたお金を呼ぶ、これいいね、生き生きした金を呼ぶ、金を呼ぶ、今入ったら、まあ大田は今フリー、なんとフリーなんで、ハッピーハッピーチュール、ハッピーチュール、ハッピーチュールいいんじゃないですか。ハッピーツールじゃなくてチュールみたいな。あ、これいいな。生き生きした金を呼ぶハッピーチュール、ツールじゃなくてチュール。ハッピーチュール、ハッピーチュールいいね。ハッピーチュールいいんじゃないですか。ハッピーツールじゃなくてチュールで行くっていう、ハッピーチュールですみたいな。これがあなたをハッピーにするチュールですみたいな。チュールって何の意味だろうな。いやマジで無限だな雑誌。雑誌無限ですよ本当に。いやすごい、雑誌はすごいな本当に。まあ女性誌いいですよ。これリーか、リー、はい、まだね終わらないですけど、もうちょっとで終わりそうですね。もうちょっとで綺麗になったね。もうちょっとで終わりそうですよ。もうちょっとで、もうちょっとで終わりそう。はい。